面白い教え方をしてくださるので、まず授業がとてもユニークだなってところですね。思ったこと、言いたいことを誰も否定しないので、先生が面白いですね。自分の英語力に大きな影響を及ぼしたかなと思ってます。ポジティブな精神を僕に教えて導いてくださいました。実際に行ってみて体験してみるっていうことに力を入れてる学校だと感じます。先生がコメント書いてくれてめちゃくちゃ嬉しくて、僕の個性っていうのを引き立ててくれたのかなとは思います。聖学院はオンリーワンフォーアザーズ、オンリーワン、たった一人の大切な存在であるというコンセプトと、フォーアザーズ、その一人一人が持っている賜物を用いて他者のため、世界のために貢献していくというスクールモットーを持っています。一人一人の生徒たちが自分の賜物に気づいて、そして賜物を用いて世界に貢献していく、そういった体験のできる場として授業を設計しています。この授業を組み立てていくにあたって、生徒たちの学習活動を行いやすくする、しかも自ら学ぶ、そういったラーナーにするための仕掛けとして、できたこと生徒手帳と自学ノートを運用しています。帰りのホームルーム10分間で一人作戦会議を行い、今日家に帰ってから勉強する内容を自分で決めます。何時から何時までその勉強をするのかというのを手帳に書き込み、家に帰ってからはその出来たてこと手帳を見ながら、専用の自学ノートに自分で決めた勉強内容を最低見開き1ページ行っていくという取り組みを行っています。出来たこと手帳に今日1日できたことを書いて、その2冊を翌朝担任に提出をすると、担任はその2冊に全員分目を通してコメントを書いて、帰りのホームルームで返す、そして一人作戦会議という、そういうサイクルで回っています。自学っていうのがあるんですけど、自学っていうのは個人の好きなこと、やりたいことを勉強したり、授業で分からなかったところをその科目の問題集で解いたり、そういうのをしてます。社会問題について調べてやったりっていうこともしていい。宿題 SDGs の食糧問題であったりとか、森林減少、地球温暖化、そういうのを勉強します。自粛期間中にも自学に取り組んでいまして、その英検の勉強とか漢検、数学、そういう勉強をします。聖書にも自学っていうのがあって、そこで自学をやってたのでちょっとやってみました。これ英語だったり単語テストの勉強だったり、こっちが日本語で、こっちを隠して覚えたりします。1学期とか2学期ってすごくこう上がったり下がったりっていうのが多かったんですけど、2学期の後半から全体的に勉強の点数が安定してきたりとか、こう自分のペースも結構安定して取り組めたなって思います。今まで勉強とかって遊びもそうなんですけど、だらだら時間が過ぎてっただけとかあったんですけど、生徒手帳とかこういうふうに決めて、時間もちゃんとここでやるっていうふうに決めると、もうその時間になったらこういうふうにもう進めようっていうふうにできるし、帰る前に今日勉強どうするかっていうのを決めておくことで、別に帰った時に何やろうとかってなることもないので、すごくそうですね、メリハリがついてきたなってところがあります。これもともとできた手帳なんですけど、右側の欄にできたことを書くんですけど、それを僕は今日一日気づいたことを書いてます。できたことを見つけるより気づいたことを書いた方がこれからの自分につながるんじゃないかなと思ったので書きました。やっぱり計画を立てることによって勉強の進み具合も違ってきましたし、小テストや期末考査もいい点を取ることができました。これからも続けたいと思ってます。僕は数学が一番伸びたと思います。本当に小学校の頃から算数が苦手で、で中学から数学も結構不安だったんですけど、やっぱり自分で勉強を計画するっていうのもあるんですけど、先生との相談によって自分の勉強が改善できたので、授業の受け方も変わりましたし、そういうところが世学に入って変わったことだと思います。本校ではグローバル教育として英語教育に非常に力を入れています。小学校の時には英語を全くやってこなかった子たちが、中学校に入って英語が好きになり、
中学校3年生、高校1年生あたりから SS コースにどんどん入ってくるような、すなわち英検2級に到達してくるようなレベルの子たちがたくさん出てきます。英語の力を圧倒的に伸ばすことに非常に本校は長けているというふうに思っています。僕はこの聖学院中学校に帰国生として入学したんですけど、英語の授業の環境が素晴らしいなっていうのがまず本当に思ったところで、僕が実際に行っているあの SS コースというコースは、ネイティブの先生と日本人の先生ともそれぞれ授業があって、このネイティブの先生との授業では文法の問題とかを解いて、それをみんなで共有して、この本の物語についてそのクラスメートで話していく、そういう楽しい授業とかで、一方でその日本人の先生との授業は文法とかを今度は日本語で教わるので、海外とかにいると文法とかそういうのって結構感覚的に覚えちゃうんで、日本人の先生がここはこうやってやるんだよっていうのを正してくれるので、楽しく英語が学べるかなっていうのは思ったところですね。先生が面白いですね、まあ、オールイングリッシュなんですけど、時々ちょっとなんか日本語とかを入れてきたりするんで、面白いなっていう感じで授業を受けてます。はい、めっちゃ進みやすいですね。ここに来る前に英語の先生と一緒に聖書について、まあ、こう英語でまあ話し合ってたんですね。その英語で英語以外のことについて学ぶっていうのもあるので、そういうところも含めて素晴らしい学校だなっていうのは本当に思います。中学2年生になって英検2級を取ることができて SS コースに入れたんですけれども、中1の時に経験者クラスっていう授業を受けてて、ネイティブの先生の時にある程度難しいことをやって、それで日本語の先生の時にそれの、まあ、難しかったところのフォローとかもあったので、その難しいところをやっぱり深く理解できたっていうところにおいて経験2級に一発で合格した鍵になったかなとは思ってます。中学入学した時っていうのはそんなに英文を簡単に書けるわけでもなく、多少辞書に頼ってたりした部分もあったんですけれども、その中学1年生の学習を終えた時に気づいたら200語ぐらい普通に書けるようになってて、ああ伸びたなっていうのは感じたりしてました。やっぱり帰国生っていうのはすごいたくさんの語彙を僕よりも全然知ってるなって思って、文法とか知ってたりするので、そこに危機感を覚えてた、すごい勉強したっていうのが一番大変だったかなと思って、その1年間 SS コースというものにいて学べたことというのがとても自分の英語力に大きな影響を及ぼしたかなと思ってます。大きく力がついたかなとは思ってます。将来自分が就きたい仕事というのは、まあ、鉄道関係の会社か建設関係の会社に入りたいなと思ってるんですね。建設とかで海外とかにもよく行ってたりするので、他国間での事業とか いろんなプロジェクトとか取り組めるような会社には入りたいなと思ってます。中2から高2にかけて年に1回宿泊を伴う体験学習を行っています。中学校3年生では糸魚川の農家にホームステイをし、田植えや植林を体験したり、地域の魅力を外部に伝えていく、そういったプロジェクトを実践したりといった宿泊行事を行っています。また、本校では希望者を中心とした海外研修を複数設けております。タイやカンボジアではプロジェクトベースの海外研修を行っています。糸魚川農村体験学習というのは1985年から始まった新潟県糸魚川市の農家さんの家にホームステイするというその中学3年生の修学旅行代わりのイベントになっています。田植え、しかも手植えなんですね。それにおいても、あ、お米ってこんなに、まあ、簡単に消費できちゃうけれども、こんなに大変な苦労をされてるんだなっていうのを改めて実感できる、そういうイベントになっています。で、その宿泊体験を通して僕たち2019年の学年では糸魚川に今まで34年間お世話になったのに何も恩返ししたことはないねとから、糸魚川にじゃあリピーターを増やすために何かガイドブックを作ろうということで、泊まりに行った先でいろいろと写真だとか素材インタビューをして、で一つの冊子にまとめました。そこから派生して東京にある糸魚川出身の人たちの東京糸魚川会というところに足を運んで仲良くさせていただいて、
ていろいろと支援をしてもらったり、あとは新型コロナウイルスが昨年の3月中旬からすごく日本に拡大して、飲食店がなくなる、もしくは飲食店が閉鎖するということで作ったものが下ろせないという状況がすごく多くありました。そして観光客も来れないという状況が続いたんですけれども、そんな中現地の農水商店という海洋高校という高校生たちが商品を作っている会社なんですけれども、そこの商品を製学院の保護者だとか、あとは Facebook にいる240何名かのフォロワーたちに紹介して、で購入してもらうっていう、そういう企画をやりました。こうやっていろんな人たちとつながることによって困っている人のニーズに応えることができたという学びを、僕に与えてくれたのがこの糸魚川農村体験学習という宿泊行事です。自分はだいたい10日間ぐらいとオーストラリアに行って異文化を学んでいくっていうホームセンに参加したんですけど、オーストラリアでの経験がすごい良くて、自分のことを客観的に見れる場所でもあったし、そこでできた人間関係とかもすごい楽しいもので、その後に行ったカンボジアとかニュージーランドにもつながるんですけど、グローバルというか、その日本から出て違う世界というか違う国を見に行くということに興味が深まりました。形としてはコンサルタントの形だったんですけど、カンボジアの起業家の方が営んでいるお店に行って売り上げをどう上げるか、そのお店の目標としているものは何で、それに対して自分たちは何ができるのかっていうのを考えて実行するというプロジェクトでした。インターネットで調べた情報と実際に行ってみたらその情報が違ったっていうのがあって、最初僕たちはプロジェクトでこれは今労働環境のサイクルが悪いんだっていうことを決めてカンボジアに行ったんですけど、行ってみたらそこまで悪くないんじゃないの、逆にお客さんが出て行っちゃうことの方が問題じゃないのっていうことに気づいて、そこで切り替えたんですけど、そこの一次情報二次情報の違いっていうのもそこで初めて知りました。今僕はその大学に栄養推薦で行こうと思ってるんですけど、日本のコンサルタントにおける理想のリーダー像というものを研究テーマとしまして、その理由としてそのコンサルタントにそこで興味を持ったっていうのも必要ですし、でそのリーダーがいればプロジェクトとかも円滑というか効率よく回ってうまくいく企業が作れると思ってまして、国の基盤って僕は経営とか経済とか企業だと思ってるんですよ。経済がうまくいけば結果的に今日本は不況ですけど、それすらも改善できるんじゃないかと考えていて、そこにつながりました。本校では課外活動を積極的に行っており、例えば3ヶ月ぐらいとか半年ぐらいのプロジェクト活動に参加するという、そういう多数機会を設けております。プロジェクトに関しては学校の屋上で蜂蜜を採取し、それを加工して商品を販売するといったミツバチプロジェクトが有名です。大河ドラマ館の中で本校の製学院ミツバチプロジェクトの蜂蜜が販売されています。ミツバチプロジェクトはこの学校の屋上で養蜂をやっていて、ミツバチを飼って蜂蜜を作るところから、その蜂蜜をどうやって売るのかっていうのも考えて、6次産業にもチャレンジしているプロジェクトです。オンライン販売サイトを立ち上げて運営をやっていたり、北区のお土産館のほか、あと王子にあるサンスクエアっていうところで北区特産の自動販売機のところにも蜂蜜を貸してもらったりしてやってます。どうやったらこの蜂蜜が売れるんだろうかっていうのを考えないと、やっぱ全然売れなくたり、オンライン販売サイトを作っても最初はたくさん売れてもマンネリ化したり、そのリピーターがいなかったりしてなかなか売れなくなって、なんでだろうって研究したら送料が高いんじゃないかなって思って、で送料を下げてみたり、ある時にはその期間限定で送料無料キャンペーンをしたりして売り上げを伸ばしていったり、有楽町でマルシェっていう市場をやって一般のお客さんにも販売するんですけど、高校生が作ってるっていうプレミアを強調してこの蜂蜜販売してますっていろいろセリフとかを考えて販売しました。手応えはかなり売れて、高校生っていうのは大人と子供の間なんか奇数域みたいなところがあって、子供のようなチャレンジャー精神とあと大人の持つ責任の重さがちょうどいいバランスだと思うので、いろんなところでビジネスだったり養蜂をして大人と関わっていくのはとても有意義なことだと思いました。その他にもさまざまな学内、学外のプロジェクトが多数あり、生徒たちが発案したソーシャルアクションをさまざま行っている、そういったプロジェクト活動を本校は非常に重視しています。先代の先輩方が関わってこられたプロジェクトでパラスポーツを応援しようというところから始まり、僕が参加したのが
東京都とヤマハと協力して作るリモートチアラーというものを制作しまして、その録音だったり編集だったりというところを担当しました。会場で行ったらその雰囲気だとかっていうものがあると思うんですけれども、オンラインでの応援ということで応援のバリエーションを増やすっていうことが必要だなと思いました。でそこでまあすぐパッとひらめいたのが方言だったんですね。日本中のいろんな方言を使って、まあ、地方創生だったりもしくは選手と地元を結びつけるいい方法になるんじゃないかなと思って使いました。自分に任された使命っていうのがこの、まあ、リモートチアラーを成功させなきゃいけない。手を抜いてやったところで自分には何も残りませんし、やっぱりたくさん作れば作るほど自分には自信がつくと思ったんですね。最初方言を使うって言ったらなんだそれはっていう話だったんですね。もうそんなことやってるんじゃ時間もないんだからもう早く終わらせて楽になろうよっていうのが話だったんですけれども、最終的にいろんなメンバーが最後までやってくれて、方言を調べる過程でもすごく楽しかったんですね。みんなで楽しくやってこれたっていうのが、まあ、最後まで続けられた一つの要因なんじゃないかなと思ってます。観客の方々っていうものがその応援しようと思って応援するんではなくて、自然に頑張れって言いたくて指が動いてしまうようなものをっていうのが、まあ、我々のビジョンだったので、いろんな人がその共感できるような応援っていうものを作り上げたなと自分では思ってます。